小さな素粒子研究から生まれる大きな可能性。国際リニアコライダー ILC、 私たちとの関連性は、研究によって何がもたらされるのか。波及効果について2つの話をなさってて、技術的なものと経済的なものです。2011年から取材を続けている私神山と県内外の関係者などを交え解説します。 IBC ラジオワイドステーション、毎週火曜午後0時40分頃から放送中。